俳優の上木隆之介、30、が主演を務める NHK 連続テレ、小説、乱漫、月土曜前8.00、土曜は一週間ぶり返し、は12日、第117話が放送される。以下、ネタバレ夕日さえ、浜辺美波が、待合茶屋、山桃を、竹を、子孫淳とあや、ひさまゆいが屋台、土佐を始めて5年。農家大学に、い、工募金の研究をしている。 藤丸、前原水希は、河尾武雄と綾に伝える。一方、万太郎、新木のもとは、新種かどうか検定してほしいと標本が届け。送り主は、港熊楠。ただならぬ情熱に、虎鉄、浜、流星は、苦手意識を持つが、万太郎はいつか会ってみたいと喜ぶのだった。朝ドラ通算108作目。日、植物学の父と称される。 牧野富太郎をモデル。江戸末期から昭和の激動の時代を生き抜き、ルククサバナと向き合い続けた主人公、牧野万郎の人生を描く。脚本は NHK、流行官房、群情領域、旅、お帰りなども手掛けた注目の劇作家、超育江氏。新木の朝ドラ出演は2007年度前期、ドンド、例以来16年ぶりに作目。初主演となる。 男性主人公、20年度前期、エール、久保田正隆以来3年ぶり。主題歌、シンガーソングライターのアイミオンが、当時、楽曲は、愛の花。語りは、女優の宮崎葵、務める。